高田選手に、何も、なんだろうな、何も持たさずに帰ら、あの引退はさせられないっていう、もちろん高田選手は多分50歳ぐらいまでやると思うんですけど、はい、女子バスケットボール東京オリンピック銀メダルのメンバーで愛知県東郷町出身の馬瓜エブリン選手が今シーズンからデンソーでプレー、入団会見が行われました。エブリン選手は去年7月に1年間の休養を宣言、ビジネスを学んだりバスケットボールの普及活動を行ってきました。同じような活動を続ける先輩の高田真希選手と同じチームでリーグ初優勝を目指します。高田選手をサポートするだけではなくてですね、高田選手を引っ張るぐらいのやっぱり選手がこう出ていかなきゃいけないっていう人、その一人にやっぱりなりたいなっていうふうには思っています。